こんにちは人に関わるあらゆるデータを分析活用するパナリットです突然ですが皆さんこれはアップルとソニーの株主資本お金に表れている価値です大体いい一緒ですねですが時価総額に直すとこんなに差があります株主資本はほぼ一緒なのにどうしてこんなに差があるのって思いますよねこれはお金に現れていないな価値と期待の差です例えば知財やブランドなどの無形資産が代表的ですが それらを生み出している源になっているのは人です人的資本なんて言われたりもします財務にも約30個の重要な指標がありますが人にも約60個の指標がありますアップルも他の海外の企業もこうした指標を上手にアピールして企業の価値の向上につなげているんです人的資本には例えばどんな指標があるんでしょう一番簡単なところだと男女別の従業員数とかですね 多様性が大事にされる世の中になってきたので女性の管理職比率なんかを見るような企業も出てきましたでもそのくらいだったら即答できる企業も多そうですよねではそれ2年前と比較したらどうですか女性の中でも評価が高いエンジニアがどれぐらい定着してるかすぐに答えられますか複雑な数字になってくるとちょっとすぐにはって感じですよねでもパナリットならこういう指標を欲しい時すぐに手に入れられますデモをどうぞまず Google や ああマイクロソフトのアカウントでログインしますこちらは男女別の従業員数を様々な指標で見たものです集計期間を2年にしますあ男女大体同じぐらいですけど2年間かけてあんま変わってないですねじゃあ管理職に限定して見てみましょうこれを部署別に見ていきますあマーケティングの方は女性の方が多いですけどエンジニアチームは女性男性の半分にもいってないですね次に高評価のエンジニアをの離職率を男女別に見てみましょう あ女性の離職率男性より3倍ぐらい高いですねあこうやって欲しかったデータすぐに見れるっていうのは便利でいいですねでもこれ垂れマネとか他の人事ツールでも見れるんじゃないですか実はそうでもないんです一般の人事システムはそこで取れたデータだけを分析対象にしますがパナリットはあらゆるデータを一つにまとめそれを組み合わせて重要な指標に変換してくれるんですあなるほど確かに 複数のデータセットが組み合わせないと見れない指標ってありますよねそうなんですちなみにこちらさまざまな指標をですねあの一覧にしたものが人材指標ですこちらなんですけれども6種類約95あの指標を用意していますが企業が欲しいものを追加で入れることもできますめちゃくちゃ便利なんですこの機能については昨日プレスリリースを出したばっかりです でもこれエクセルでたまにやればいいって思うじゃないですか僕も最初そう思ってたんですけど実際自分でやってみたらめちゃくちゃ大変でしたあの延べ400万人分の人事データ分析してきたので断言しますけれども人事のデータとてもとても汚いです例えば採用や職種のデータによくありがちなんですけどあの項目がどんどんんどんどん増えていっちゃいますその場合はこうやってグループに分けてあげないととても分析には耐えられません レベル感がおかしいこともすごくよくありますこうやって国と都市が同じ列に並んでいたら福岡を日本の一部に直してあげないとおかしいですよねちなみにこれデータサイエンティストですら業務の時間の7割もこれに費やしていますなのでパナリットではユーザーの代わりにデータを全部代わりにきれいにしてすぐに使えるデータの状態にしてお渡ししているんですここまで説明すると皆さんアナリストを雇って BI ツールではできないのって言いますですが 人事データは非常に機密性の高いデータですなので汎用 BI との相性は実はあまり良くありませんですがパナリットではこのように人事部長が見える範囲と現場の営業部長などが見える範囲を別々にすることが簡単に設定できるんですそれに自前でやるとかなりお金も時間もかかりますとある5000人の IT 企業ですら 12月9か月もかけてようやく開発できましたですがパナリットだったら7割以上コストも抑えられ初期導入までも平均で24日データを更新するときは24時間おきに新しいデータに切り替わりますのでお金も時間も圧倒的に節約できますトラクションです売上は現在作退比3.8倍1社あたりの月額平均 MRR は46万円です結構な価格ですけれども人事部にアナリストを1人雇うよりはよっぽど安いんです 連携データも延べ400万人分になりました MRR は現在500万円ほどですが人的資本の開示を政府が夏までにルール化すると発表したことで今注目が高まっていますそれでもまだ一部のニッチなユーザーだけでしょって思われるかもしれませんがご覧の通り規模も業種も役職もさまざまなユーザーが日々の組織の意思決定に役立てています例えば経営会議で人事の課題について 問い詰められた人事部長さん、以前ですと即答できず、データ集めと分析に1か月もかかってました、ですが、今なら10秒で答えられているとおっしゃってました、リモートワークの影響で若手の離職が問題だと思っていたお客さん、実は本当の課題は全然違うところにあったということに気づくことができました、株主総会で毎年のように女性の活躍を問題視されていたお客さん、こちらももっと重要な課題は別のところにあると、その場で打ち返すことができました。 最後にちょっと個人的な話をさせてください。私は新卒より十数年間 Google などの企業で人事とデータの交差点でずっと仕事をしてきました。その経験から人事がデータを味方につけることができればどんな職種よりもクリエイティブでそしてインパクトのある仕事ができると思っています。それは経営者になった今でもそう思っています。パナリットは設立から4年、決して楽な道ではありませんでした。 ですが今では Google 社内で内製化したシステムよりもより使いやすくいいシステムに仕上がっていると思いますここまで来れたのは初期のユーザー企業のおかげです本当にありがとうございましたおかげさまでここまで来れました日本人も昔から人と人とのつながりをとても大事にしてきましたそれをその良さを今こそ組織や人の指標に変えて企業の価値としてアピールしていければ再び 世界に羽ばたく企業の競争力を取り戻せるはずですパナリットは全ての企業に対してそう役立てていただきたいと思っています経営者の皆さん投資家の皆さん起業家の皆さんどうぞよろしくお願いいたします